はい、なんか作ってほしいって言われたので考えようかなと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はいはい、なんかね、梅雨明けも徐々にね、本州も関西から上に上がって梅雨明けをしてきていると思うんで、皆さん水分はこまめに取りましょうということで、完成させたペットボトルホルダー、紐ね1つだけだったんですけど2つにしましてね、こう2つにしてキュッキュッて状態にして、なおかつこの金具ですね、こう押すと2つに取れるという、で分離する金具なので、これで2つ紐を2本にして、でここで合体させるとリュックとかにね、ピュッと引っ掛けられる持ち手になったなという感じに出来上がりまして、で今日はこれをのみのみ編みたいと思います。いや、めっきり暑いですよ。北海道も暑いです。まだね、旭川とか真ん中のところじゃないので、そこまではひどくないですけれど、盆地とかは本当に暑くなるので、辛い、暑いの、溶ける。はい。で、こんな暑い中何をやろうかと言いますと、ちょっとうちの夫からブックカバーを作ってくれと依頼が来ました。なんかね、持ってるこのね、なんかのおまけでついてきたってブックカバーをいざ使おうとすると、なんと文庫サイズなんですけど、入らないっていう入らなかったから作ってということで、依頼が来まして、なのでこのカバー、これに合わせた、まあこれと形似てる、まあ、この形はそのままインスパイアさせていただいて、でこれでこう同じようにね、こうかここの表紙を全部覆ってくるっといって、でここでピュッと挟んでっていうものを作ろうかなと。で、問題はですね、一応糸がなんか余り糸ね、見つけてきたんで、で、これ細めなんですよ。コットンの糸なんですけど、細めで、まあ肌触りがいいので、これで編もうかなと思うんですけど、編み図をどうするかな。これね、多分、そう、教諭はですね、なんかもう作品を編み始めるというよりは、ちょっと考える回になると思います。5号針で編んでみます。5号でこのぐらいか。このぐらいでもいいか。5号針でいきますか、ザクザクと。で、とっても目のね、詰まった、みっちりとしたブックカバーじゃなくてもいいというので、思いっきり透かしを編みを入れてやろうかなと、ちょっと思っております。形としてはどうしようかな。袋状に編んで、行くべきか、ここまでね、袋状で編んでいって、こう、編んでいって、ここから往復編みにすべきか、それとも一枚の大きなシートを編んで、ここでこう、折り返して縫い付けるかですね。ここでこう、どうしようかな。ちょっとぐらいだったら大きさに余裕があってもいいよって言っていたので、これもまた面白いと思うんですね。袋状にいきなり、だいたいこのね、よくあるブックカバーの作り方って、1枚のね、布をペッて折ったり、もしくはこうこっちだけ折って、こうここの縫い合わせてって袋に作ると思うんですけど、そうだですよ。ちょっと今ね、思っているのがね、小さいモチーフ編みをつなげて、このぐらいの、こう、小さめのね、だからここの表紙の部分だけで言うと、6個ぐらい編んで、5個ぐらい編んで、つなげたところが表紙の方に来るように、袋状に。するってのもありかな。あ、そっちも楽しそうだな。だから、四角いね、モチーフ。6個がちょうどこの文庫の、ここの大きさになるような。まあ、大体でいいので。で、それにプラスもう、
3つ分ぐらい。だから全部で9枚ですね。9枚つなげて、ここでつなげちゃう。そうですね。こう、ちょうど折り返した、こっちの折り返している部分が、ちょうどこの、ここの半分ぐらいの長さになるように編むっていうのもなんか面白そうな気がしてきましたよ。よ。だから四角いモチーフである必要もないんですよ。そう考えると。丸いモチーフでもいいので、9枚つなげて、で、縁をね、まっすぐ、縁編みすればいいだけの話なので、それでもいいかな。なるほど。モチーフ。今回じゃあちょっと、めったに私がめったにやらないモチーフつなぎというテーマでいってみますか。まあ、夫のものなんでね、はっきり言って、もう実験材料、まあ、いいとこ、実験台もいいとこなんですけれど、モチーフつなぎも面白そうかなと。今イメージがポコポコ出ております。まず、ここで6目、ここで折って、ここ縫って、で、袋状で9枚作ります。で、こっからは、また普通にこう、往復編みをしていこうかな。それこそね、方眼編みでも何でもいいと思うんですよ。そういう感じで、9枚つなげて、今どうしようかな。グラニースクエア、これとこれ2色あるので、ちっちゃいグラニースクエアを9枚作ってつなげてみようかな。なんかそれも可愛い気がするんですよね。で、どうせだったら、このニットリングを中心に持ってきて、で、ここでグラニースクエア、1、2、3編んで、よいしょ。よいしょ。はい、長編み3つ。2目編んで、よいしょ。長編みを3つ、で2目編んで、長編みを3つ、で2目編んで、長編みを3つ。で、本日火曜日の配信になると思うんですけれども、実は、収録しているの、金曜日でございます。出発する前日そうなんですよ。娘と一緒にね、旅に出る前日でございます。収録は。だからこの今計画したこのね、モチーフ向こうでね、ちまちまと編める気がするんで、9枚ぐらいだったらね、こう大きさ見ながら、よいしょ、ちまちまと編めてくるんじゃないかなという今予測中でございます。で、ここで新しい糸つけまして、1、2、3。で、長編みを2つ。グラニースクエアだからね。皆さん買って知ってる状態で。で、また隣のところに、よいしょ、長編みを3つ。で、鎖編み、角に来たら鎖編み2つで、同じところに長編みを3つ。これで、はい、角っこに来たので鎖編み2目して、同じところに長編み3目。よいよいよいよ。そうなんですよ。火曜日分まで収録しようと思っているのは、帰ってくるのはね、月曜日なんですよ。月曜日に帰宅予定なんですけど、夜なのでちょっとね、撮影が、火曜日分の撮影が間に合わないだろうなと思いまして、なので、今のうちにと思いまして、金曜日の収録ということになっております。さすがにね、撮影はね、明るいうちじゃないとできないので、
撮っておこうかなと思いまして。よいしょ。で、やっておりますと。で、角っこ2名来たので、最初の長見さめに戻ります。よいしょ。これで大きさ的にはもう一段ぐらいかな。もう一段編むぐらいでどうだ。もう一段、もう一段このグラニースクエアやっていきましょう。と基本はこの長編み3目と長編み3目の間、よいしょしょ、長編み3目と長編み3目の塊のこの間に長編み3目を入れる。で、この角っこにある鎖2目のところに来たら、よいしょ、長編み3目の塊を編んで、で、鎖編み2目して、で、また同じところに長編みを3つ。で、こうちょっとね、思うように長さがうまく、9枚の長さがうまくいかなかったら、縁編みをしてちょっとね、サイズを微調整していけたらなと。あそこら辺いかようにでもね、ゴリゴリでいけると思うので、ゴリゴリさせてしまえばこっちのもんかなと思っております。よし。絶対これね、1個でしょ。このぐらいですか、3段ぐらいですよ。1個、はい、パターン2個、はい、パターン3個でちょっと大きいぐらいだから、3個で本当いい気がする。で、ここパターンぴったりだと思うんですよ。2個ぐらいで。これでいこう。はい。というわけで、まずブックカバーの表紙部分、このモチーフを、全部で9枚作って編みつなげて、そのうちの、この9枚のうちの1段部分だけを折って縫い合わせることによって表紙部分のカバーができるということで、まずはこれを9枚作ろうかなと思います。はい。なので、次明日水曜日の時にもう9枚できてればいいなぁと、いいなぁと思っている次第でございます。ちょっとあれかね、ちょっと可愛いブックカバーになっちゃうかな。あまりの可愛さに、使えないって言われたらどうしよう。そしたらね、娘にあげようと。うん。はい。まあ、そういうわけで、こんな感じで、ちょっとチャレンジしてみようかなと。今回のテーマはモチーフつなぎですね。しかもこのグラニースクエアなので、この一辺のこの目ですね。この目を多分すくって閉じていかなきゃいけないと思います。はい。こんな感じで今日はさらっと行きましたよ。とりあえず、明日ですね。今金曜日なので、出発の準備全くしておりません。さ、やろう。はい。ではまた明日ちょっとね、お疲れかもしれないんですけど、でも元気に、お疲れかもしれないけど元気に撮影をして編集をして皆様のところにこの映像をお届けできたらなと思っております。それではまた明日。じゃあ。